ビム航空、法人名は、ビムアビアは、かつて、ロシアモスクワに、本拠地を置いていた、航空会社。ドモジェドボ空港を発着する、国際定期便、チャーター便や旅客、貨物便を運航したり、ウェットリースを行ったりしていた。ビム航空は、ビクトルイバノビチ・メルクーロフにより設立され、2000年に運航を開始した。同社は2004年末には、 チタビアとアエロブラーツクを続いて2005年にはロシアンスカイ航空を買収した。また2004年には新しい株主がボーイング757から200を12機購入しチャーター市場に参入したため市場を揺るがした。2017年7月モスクワで開催された MAX でイルクート MS-21 から300を15機リースする。 基本語意書に署名したと発表された。リース機にどのエンジンを搭載するかは選定中であった。2021年から2024年の間に納入される予定である。2017年9月28日、社員による横領事件の一環として、CEO のアレクサンドル・コックネフと会計主任のコッテリーナ・パントレイバが逮捕された。ロシア連邦捜査委員会が、 ビム航空に対する刑事訴訟を起こした後、2017年9月末、ビム航空はトルコとベルギーの空港で機材を差し押さえられ、一部路線の運航を救出せざるを得なくなった。拠点のドモジェドボ空港を発着する全便も運航が停止された。捜査は継続中である。2017年9月中にチャーター便の運航を停止しており、同年10月16日には、 定期便の運行も停止した。しかし、世界青年学生祭典の参加者を輸送するため、航空運送事業許可は取り消されなかった。10月30日、ビム航空の航空運送事業許可が停止された。ビム航空は、以下の都市、空港へ向かう定期便を運行している。その大半は、ドモジェドボ空港からの直行便である。 ザルツブルク空港に着陸侵入する、ビム航空のボーイング757から200、2007年、撮影2014年6月時点で、ビム航空の機材は、エアバス A319 とボーイング757から200で構成されており、平均使用年数は17.7年である。ビム航空はボーイング717から200を、リースすることも計画したが、断念している。 出典 planspotters.net e ありがとうございます。